世界を舞台に活躍する DJ でありながら怪談にも精通する DJ と怪談の二刀流 DJ 響さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。引っ張られるとか呼ばれるってやっぱりあるじゃないですか、うんうんうん、でこの話は実は僕が経験した話なんですよ。で厳密に僕が幽霊を見たんじゃなくて、今まさに幽霊を見てる人のすぐそばにいたんですよ僕。でそれがですね、これ東京の話なんですよ。東京のちょっと場所は言えないんですけれども、僕が二十歳ぐらいなんで、まあもう20年ぐらい前ですかね、当時僕とある東京のある場所で、まあ、クラブの DJ を、まあ、した時があって、でその時に僕がお付き合いしてた、当時お付き合いしてた彼女が遊びに来るよって言って、まあ、クラブに来てくれたんですよ。でクラブの外に迎えに行ったんですけど、その彼女がベロベロに泥酔してて、もうちょっと今このまま比べるとちょっと酔い覚まさないと危ないかなと思ったんですよね。なのでちょっとそこ散歩しようって言って、まあ、夜の住宅街を2人で、まあ、酔いを覚ますためにこう歩いてたんですよ。で、まあ、住宅街なんで、まあ、住宅街に立ち並んで、まあ、ポツポツと街灯があるんですけど、基本的には薄暗いんですよね。そしたら突然その彼女がバターンって倒れたんですよ。でいわゆる急性アルコール中毒とかの心配もあるんで、あ大丈夫って言って起こしたら、彼女がスーッて顔を向けたんですけど、全然別人の表情なんですよ。でどうしたのって言ったら、一言も彼女何も言わずに、そのずっとこう道路の向こう指さすんですよね。で何って言ったら、その指の先には薄暗いその自動販売機がポツンとあったんですけど、そこ指さしてその彼女が夏子ちゃんって言うんですよ。で何って言ったら、夏子ちゃんほらって言って、僕の顔を見て、私夏子ちゃんと遊んでいくからあなたも帰っていいよって言い始めたんですよね。で何言ってんのって言って、必死に僕彼女をその大通りの方に連れて帰ろうと思ったんですが、すごい力で引っ張るんですよ僕の腕を。一緒に行こう夏子ちゃんほらほらっていう感じで引っ張られるんで、僕の知り得る限りの、まあ、オカルト知識を総動員してですね、うん、よくこういう時ってこう同情しちゃいけない、かわいそうと思っちゃいけないって言うじゃないですか。なんで心の中で必死で、僕は見えないですけどね、夏子ちゃんっていう人に向かって、すいません僕たちはあなたのことを助けてあげられません、いつかあなたのことを分かってくれる人が来た時にその人に助けを求めてください、僕も彼女もあなたには何もできないんですっていうことを心の中で必死にずっと思ったんですよ。で、まあ、時間で言うと、 もしかしたら5分10分ぐらいだったのかもしれないですけど、と突然その彼女がまたプツンってこうスイッチが切れたように意識を失ってバタンって倒れたんですよね。でもう一回起こしたら、まあ、元の表情に持っていて、で、まあ、その隙にじゃないですけど、うん、彼女の腕を引っ張って、まあ、その日はもう家に連れて帰らせたんですよね、うん、っていうことが、まあ、あったんですよ。でおそらく彼女その時何か見てたのかなと思って、次の日彼女に連絡して聞いたんですよね。そしたら、昨日ごめんねって彼女言うんですよ。私もすごい酔っ払っててほとんど覚えてないのっていうふうに言ってたんですよ。で、まあ、それで、まあ、とりあえずはまあよかったねって話をしてたら、彼女がボソッと、ところでさ夏子ちゃんって誰って言ったんですよね。で私昨日夏子ちゃんってことあったんだけど、なんか見た目がおかしいんだよね、三つ編みをした女学生みたいな格好をしてて、私そんな人のいるような場所に行ったことないと思うんだけどって話をしてたんですよ。その夏子ちゃんと会ったって記憶だけはしっかり残ってたんですよね。でなのでおそらくその時彼女その住宅街何かを見たんじゃないかなっていうふうに思いましたね。まあちょっとその話を思い出しました。はあ、私の知人でクラブの DJ をしている大村さんっていう男性がいるんですよ。でこの大村さん高校生の時に水泳をやっていたんですよね、まあ、水泳部に所属していたんですが、まあ、部員の中でも、まあ、いわゆるトップクラスにこう成績のいい人で、まあ、みんなから慕われている、まあ、そんな、まあ、選手だったそうなんですよね。で大村さんが所属する水泳部というのは毎年夏に遠泳に行くんですよ、まあ、遠泳というのは、まあ、いわゆる水泳の長距離走みたいなもんですよね。まあ、近くの海水浴場に行って、まあ、そこで、まあ、大体3キロから5キロぐらいの距離をみんなで泳ぐんですけれどもね、まあ、ただこの遠泳というのは、まあ、そんなにこうガチガチの練習というわけではなく、まあ、年に1回の遠足みたいなもんなんですよね。
普段プールで練習してるんで、まあ、年に1回は、海に行ってみんなで泳ごう、まあ、そんなちょっとしたイベントごとではあったんです。まあ、朝に学校にみんなで集合してバスに乗って、で海水浴場に向かったんですよね。でその日は非常に天気がいい日で、まあ、海水浴場着いたんですけどね、まあ、そんなに人もいなくて、まあ、絶好のこう海水浴日和だったんですよ。でみんなでこう楽しくおしゃべりをしながら、まあ、準備運動をしてですね、で遠泳が始まったんです。でそのコースというのが、まあ、その海岸からみんなで泳ぎ始めて、だいたい沖合、そうですね、 1.5 キロぐらいの先にまず先生が、こう顧問の先生がですねボートに乗ってそこにスタンバイしてるんですよ。でみんなでそこまで行って、まあ、そこを折り返しポイントにして、まあ、そこから折り返してまた、海岸に戻ってくる、まあ、往復でそうですね3キロから4キロぐらい、まあ、それぐらいの距離をみんなで泳ぐんですよね。で大村さんもこう、まあ、楽しくねこうのんびり、平泳ぎをしたりクロールをしたり、まあ、自由な泳ぎ方で、まあ、海水浴を楽しんでいたんです。でしばらくして、まあ、折り返しポイントのその沖合のボートまで着くと、まあ、顧問の先生がよしあと半分だ頑張れ応援をしてくれるんですよね。で大村さんも分かりましたって言って、まあ、そこで、折り返しをして、まあ、また今度は海岸に向かって泳ぎ始めたんです。まあ、非常に気持ちいいんですよね。普段プールなんでやっぱこう広い海でこうのびのびと泳いでる、まあ、楽しくこう泳いでいたんですよ。でしばらくしてですねふと前を見るとだいたい10メートルぐらい先ですかね、海の上にこう黒い物塊のものがあったんですよね。当然海なんで、まあ、こう海藻とかがねこう海の上に浮かんでることが結構あるんですよ。なのであすごい藻があるなと思って、まあ、そこに絡まれたくはなかったんでちょっとこう進路を変えてそこを避けるように大村さん泳いだんですよ。でこうクロールをして泳いでいたんですけれども、まあ、当然クロールなんでこうちょうど右手をかき上げた時に息継ぎをするんです。でまたこう腕を戻してで再度右手をかき上げるとこう息継ぎをする。息継ぎをした時にちょうど顔を水面に上げるんで水の上が見えますよね。見るたびにその黒い物塊が近づいてきてるんです。あれ避けてるはずなのに、なんかまるで意思を持ったかのようにその黒い塊がどんどん近づいてきて、あっという間に自分のすぐ目の前に迫ってきたんですよ。うわ嫌だなと思ったんですが、まあ変わらず泳いでいたんですよね。そしてまた息継ぎをしようと右腕をグッとかき上げた瞬間、その藻が右手にザッと絡まったんですよ。ただそれ藻じゃなかったんです。全部女の髪の毛だったんですよ。うわっと思って、でも泳ぎを止めるわけにはいかないじゃないですか。なのでもう一度手を水に入れて息継ぎをしようとうっともう一回腕をかき上げた、その時女の髪の毛がズルズルっと手に絡まるんですが、その髪の毛のすぐそばちょうど本当に顔の10センチほど先です、そこに真っ白な女が浮いてこちらをじっと見てたんですよ。大村さんはっきり覚えてるって言ってました。なんか水玉の水着を着た全身ブヨブヨに膨れ上がった中年の女性だと言ってました。それを見た瞬間大村さんうわっパニックになって、もう泳ぎ方全部こう真っ白になってしまってですね、必死にもがいて泳いだんです。ただなぜか体の自由が効かない、そしてズブズブと水の中に沈められていくような感覚に陥ったんですよ。うわやばい溺れる、そう思って必死にもがいたんです。ただもがけばもがくほど手に髪の毛が絡まって、もう自由に泳げないんですよね。もうどんどん苦しくなってきてやばい、そうなった時自分の右腕を誰かが掴んだんです。そしてズルズルっと引き上げてくれたんですよね。水面にガバッと顔を上げるとそこには同じ部員の友達がいたんです。おいお前大丈夫かよ、気づいたらもう浜辺に着いてたんですよね。大村さんが呼吸を整えながら、俺今すごいもの見た、ここ絶対やばいよって言って振り返ったんですよ。そしたらその海の上、黒い物塊、髪の毛の塊はどこにもなかったそうです。その海かつて何かあったんでしょうかね。いずれにせよ大村さんはその年を境にも遠泳に参加することはやめたそうです。この話はですね、僕の髪を切ってくれてる美容師さんが、昔経験した話なんですけど、その美容師さん今は27、28ぐらいの方なんですが、
高校の時地元が静岡の方なんですよ。で、高校の時に、男友達3人で、夏休み明けの9月ぐらいに肝試しに行こうって言ってで行くことになったらしいんですよね。で、その美容師さん仮にじゃあ A さんとさせてください、はい、で友達の B 君と C 君を連れて3人で、地元近くにある、心霊スポットとして有名な神社に行くことになったんですよね、で A 君、話をしてくれた美容師の A 君とあと C 君がバイクを持ってて、で B 君持ってなかったんですけど、B 君どちらかのバイクの後ろに乗ってその肝試しに行くことになったんですよ。で神社に着いてでひとしきり、夜の12時過ぎぐらいに着いたらしいんですけどね、ひとしきり散策をしたんですけど思いのほか怖くなかったらしいんですよね、で拍子抜けしちゃって結構有名な心霊スポットだったんで、あこんなもんなのかなって言ってたら友達の B 君がこれ3人でいるから多分怖くないんだろう、1人ずつだったらこれすごく怖いと思うよって言ったんですよね。でそれ聞いてあなるほどなって言って、じゃあ分かった、じゃあ入り口の神社の入り口の鳥ここを待ち合わせ場所にして今からバラバラ3人バラバラで肝試ししよう、で時間決めて30分後ぐらいにここにまた集まってこい、そこで何を見たかみんなで話しようじゃないかって言ったんですよ。あそれいいねって言って、3人バラバラでその神社の敷地を散策したんですよね。でその神社というのが、山の中にある神社で、いろいろ長い石段を登っていく先にある神社なんですよ。で周りはもう要するにうっそうとした森なんですよね。なのでさすがに一人で歩くと本当に怖かったって言ってました A さんは。で散策したんですが、すごく怖かったんですけど結果何もなく、とりあえず時間が来たので、入り口の鳥居のところに戻ってきたんですよね。そしたら、C 君が先にそこにいたんですよ。でどうだった、いやさすがに一人だと怖かったねって話をして、B 君を待ってたんですけど B 君がなかなか戻ってこないんですよ。で15分20分だって戻ってこないんで、あいつ大丈夫か、ちょっと探しに行こうって言って、その A 君と C 君はその敷地の中を2人で B 君を探しに歩き回ったんですよね、で森の中なんで真っ暗なんですよ。でもう持ってる懐中電灯だけが頼り でとりあえず名前呼びながらこう探したんですけどいないんですよね。でとうとうその敷地の一番奥の神社の社があるエリアまで着いたんです。そしたら真っ暗な闇の中でその社がある方角からバタ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 音がするんですよ。でえっと思って A 君持ってたライトを音のそばに向かってスーッて照らしたら、その神社の社その手前にお賽銭箱があるんですけど、その賽銭箱の周りを B 君がまるで犬のように四つん這いになってぐる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 回ってるんですよ。でお前どうしたって言ってもこっちも向かずにもう無心でぐる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 四つん這いで回ってるんですよね。でその光景があまりに異様で、おい大丈夫かって駆け寄って肩を押さえてもうすごい力で弾き飛ばされるんですよ、で怖くなって A 君近くにあったあの手水場っていうんですかね、こう手を洗う水が出てる場所、そこに行って水を汲んできてそのぐるぐる回ってる B 君にバシャンってかけたんですよね。でかけたら B 君の動きが止まってその場にゴロンと倒れたんですよ。で大丈夫かって言ったら B 君がもうガタガタ震えながら寒い寒いって言うんですよね。でとりあえず、動きは止まったん で A 君と C 君はそのズブネの B 君を抱えて石段を降りてで、バイクのところに戻ったんですよ。でどうしたって言ったら B 君が全く記憶がないんですよ。わからない、何があったか覚えてないっていうことを言うんで、やっぱこの場所本当何かあるかも、とりあえず怖くなったんでもうすぐ帰ろうってなったんですよね。でただみんなそのまま帰るのが怖かったんで、もう一回 A 君、あ、ごめんなさい、 C 君の家に寄って、でそこでみんなでいろいろおしゃべりをして、でそこから帰ろうってなったんですよ。で一旦その C 君の家に行くことになったんですが、帰り途中にコンビニに寄って、お菓子とかそういうのを飲むのとか買って、でその C 君の家に着いたんですよね。で C 君は実家暮らしだったんですけど、当然高校生なんで、で、C 君の朝方部屋でみんなでおしゃべりをしながらお菓子を食べて、でその頃になるとあの B 君もあの犬のようになってた B 君ももう普通に戻ってて、みんなでワイワイと喋ってたらしいんです。で当時あの携帯にあのカメラ機能がついてる携帯を持ってたんで、みんなでこう撮影しながら今心霊スポット行ってきました、こいつビビってましたよみたいな感じでみんなでこうワイワイと喋って撮って、で喋ったんですが、ひとしきり疲れてきて朝方にみんなでこうその C 君の部屋で雑魚寝をしたんですよね。ただ朝の8時9時ぐらいにその A 君その家の、その C 君に起こされたんですよ。おいおいって言って、で何言ったら、あの B のやつがいなくなったって言うんです。で帰ったんじゃないの、
いやでもあいつ帰ってるはずないけど、だって俺があいつの家までバイクで送る予定だったから。ウィー君バイク持ってないですからね、おかしいなって言って、まあ、近所中を探したんですよね。でもB君いないんですよ。でさすがに不安になったんで、結局交番に届け出を出したんです。 B 君がいなくなりました、って言って、で届け出を出したんですけど、まあ、とりあえずもう探しもいなかったんで、それにはもう一回帰ったんですよね。そしたら次の日、その A 君の家に警察から電話が入ったんですよ。で今すぐ何々署まで来てくださいって言われて、でとりあえず言われたまま A 君警察に行ったんですよね、そしたら、まあ、その C 君も呼ばれたんです、警察に。でそれぞれ別の部屋に案内されて、取り調べ室みたいなところですよね。でお前たち昨日何があったかもう一回言え、警察に言うんです。結構高圧的な態度なんですよ。で怖かったんで、あ、いや昨日ちょっと肝試しに行って、でそしたら B 君がおかしくなって、で朝方3人で A 君、あ、C 君の家に喋ったんですけどいなくなったんですって、まあ、正直に全部言ったんですよ。そしたら警察がそんなわけないだろって言うんですよ。いやでも本当ですって警察が、いやお前未成年だけど嘘ついたらもう知らないよ、人生ダメになるって言われるんです。いや嘘じゃないです、本当です、本当にあの僕らそのあの3人で肝試し行って、で B 君もおかしくなったんで朝方みんなで C 君の家に行ってって言ったら、警察がその時間もう B 君死んでるんだよって言うんですよ。びっくりしたんですよ。で詳しく聞いたら、ちょうど B 君が犬のように四つん這いになってぐるぐる回ってたその時間、死亡推定時刻はその時間なんです。で B 君どこで発見されたかって言ったら、その賽銭箱の横で亡くなってるのが見つかったらしいんですよね。どういうことや。ただ A 君も C 君も間違いなく朝方まで B 君と一緒に いたのははっきり覚えてるんですよ。で警察にその話されて、いや本当です、でも B 君朝方までいたんです、一緒に喋ってたんですって言って、そこで A 君思い出したんですよね。携帯で取りえっこしてたじゃないですか、あれ思い出して、なるほど、警察に言って、そういえば携帯電話に残ってますよって言って、まあ、当時ガラケーですけど、でガラケー出して警察に渡したんですよ。ここに映ってますから、はい、これ朝方です。でその動画を、飼育の部屋で撮った動画を再生したんですよ。そしたらその動画シー君の部屋で映ってるんですよね。で、まあ、シー君をまず、カメラが捉えてます。で楽しく喋ってる。でそのカメラがこうスーッとこう左に移動して、 B 君がいた場所が映し出されるんですけど、 B 君映ってないんですよ。でも3人はあたかもそこに B 君がいるかのように喋ってるんですよね。ただカメラには B 君は映ってないんですよね。っていうことがあって、目の前で警察がそれ見て、ほら嘘じゃないかって言ったんです、はい、でも A 君、いや本当ですここにいたんですって言った時に、警察があれってもう一回それ見せてみろって言うんです。で動画もう一回見たら、その B 君がいたであろう場所、その背後に、壁掛け時計が映ってるんですけど、その時計の針がなぜかすごい勢いで逆回転してるんですよね。でそれ見て警察が、これでも合成をこんな風にするのはまず高校生で考えられない、そもそもこんな疑わしいことを警察に対してやるわけがない、とりあえず一旦これ証拠として預かるって言って、まあ、その日は家に帰ることができたんですけど、まあ、次の日警察から連絡があって、で、まあ、聞いたら、まあ、正しいその検視結果が出ましたと。そしたら、亡くなっては当然いるんですけど、 B 君外傷が一切ないんですよ。例えば暴力を受けたとか、なんかこう殺害を受けたなら絶対外傷が見つかるんですけど、それも一切見つからない、まあ、完全に、まあ、心臓麻痺というか、まあ、そういう症状で突然死してるっていうので、まあ、結果、まあ、A 君 C 君は罪に問われることはなく、まあ、解放されたんですけど、ただ警察が最後に言ったんですよね、お前たちが立ち寄ったコンビニの防犯カメラ、それもチェックしたと。そしたら防犯カメラには確かに A 君と C 君は映ってた、ただ B 君は映ってなかったんですよ。ただ A 君と C 君はあたかもそこに誰かもう一人いるかのように喋ってた。だから警察としては、 A 君と C 君、つまりお前たちが、 A 君と C 君が B 君が生きていたと勘違いをしていたという証拠にその映像が使えるというか、まあ、そういうふうにするしかないんですよね、落としどころとして。だから、はい、そういうことが
あったかって言ったお前らはもうその罪は問われないと、うわ、ま、でそういう経験を僕したんですって話をしていただきました。山梨県でペンションの経営をされている土田さんっていう方から聞かせてもらったお話なんです。ちょうど昨年なんですけどね、私音楽関係の友達と、まあ、何人かで旅行に行ったんですけど、その泊まった先のペンションっていうのが土田さんが経営しているペンションだったんですよね。その土田さんと、まあ、なんとなくこう世間話をしている時に、まあ、多分私が怪談好きっていうのもあったんでしょうね、なんか不思議な話ありますってついて聞いちゃったんですよ。そしたら土田さんが、あ、怪談ですか、いや俺も昔一回怖い思いしたことがあるんですって言ってご自身の体験談を語ってくれたんです。土田さんが26歳の時だというふうに言ってました。仲良しの男友達、まあ、A 君と B 君っていう2人と、あと女友達の C さんっていう、まあ、合計この4人で、確か夏って言ってましたかね、肝試しに行こうっていう話になったんですよね。まあ、なんでそういう話題になったのかはちょっと覚えてないそうなんですが、まあ、多分、まあ、若い時の、まあ、若気の至りといいますか、なんとなくこうテンションが上がって、おし、ちょっと肝試しに行こう、まあ、そんな風になったそうなんですよね。当時土田さん車を持っていたんで、まあ、土田さんが車を運転して、で助手席に、女性の C さん、そして後部座席に男の子が2人乗って、まあ、それで、まあ、肝試しのドライブに向かったんです。で行った先というのが、まあ、山梨では非常に有名な心霊スポットで、とある渓谷の下にある、まあ、淵だったんですよね。そこはかつてとある戦国武将が治めていた場所なんですけれども、隠し金山があったそうなんです。そしてそこで金を掘っていたそうなんですが、まあ、そこの秘密を守るために働いていた功夫と、そしてそこを訪れていた遊女全員谷底に落として殺害した、まあ、そういった伝承のある非常に有名な心霊スポットなんですよね。まあ、夜の12時か1時ぐらい、まあ、現場に着いたんです。国道沿いに車を止めて4人、まあ、懐中電灯をそれぞれに持って車を降りたんですよね。その渓谷の下、まあ、現場の場所ですけれども、まあ、4人懐中電灯を持ってその山道を降り始めたんです。さすがに夜の山道、明かり何にもないんですよ。やっぱり怖かったんですよね。みんなで、おい俺無理かもしれない、うわここめちゃくちゃ怖いな、まあ、そんな話をしながら山道を下っていたんですが、ふとですね、耳をちょっと澄ませると、その渓谷の下、川が流れているんですけども、その川の方からパシャ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 っていう、たくさんの人がまるで川の浅瀬を歩いているような、そんな音が聞こえたんですよ。おい聞こえる、うん聞こえる、誰かいるのかな、まあ、当然そこ心霊スポットで有名な場所だったんで、もしかしたら他に肝試しの団体がいるのかなとは思ったんですが、ちょっと様子がおかしいんですよね。しばらくするとあはははっていう、なんか女性がケラケラと笑う笑い声が聞こえてきたんです。さすがにそれを聞いた時に4人みんな固まっちゃったんですよね。聞こえるよな、うん、女の人、そう言ったその直後、そのケラケラと笑う女の声が真っ暗な山の中一直線にこちらに向かって近づいてきたんですよ。その瞬間友達の一人がやばい逃げろって言ったんです。もうそうなるとこれ集団パニックみたいなもんですよね。みんな一斉にキビスを返して車に向かってダーッと逃げたんです。もう全力で我先にライトを持って車に向かって走って逃げたんですよね。で道に出てみんな車に一斉に飛び乗ったんです。そして運転席にいた土田さん、おいみんな乗ったかって言った。助手席には C さんがいる、後部座席には2人乗っている、よしじゃあ行くぞって言ってエンジンをかけてアクセルを踏んで、そしてその場を離れたんですよ。車の中はみんなもう震え上がっていたそうです。もう言葉一つ交わさずみんな震えたんですよね。するとカーステレオからおーっていう、なんかゴーゴーという低い男のうなり声みたいなのが聞こえ始めたんですよ。それが本当に恐ろしくて、助手席にいた女の子 C さんがそれ止めてって言ったんです。すると後部座席にいた A 君の携帯電話が鳴ったんですよ。ピリ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 って、でバックミラー越しに A 君、辻田さん見てたんですけど、その A 君が真っ青な顔してその携帯に出たんです。もしもし、うんうん、
え、お前それどういうこと、うわーって言って A 君が絶叫したんですよ。すぐ車止めてくれって言うんですよね。もう土田さん慌ててブレーキを踏んで車を止めたんです。そして後ろを振り返ったんですけれども、後部座席 A 君一人しか乗ってなかったんです。その携帯電話 B 君からの電話だったんですよ。実は B 君急いでみんなと一緒に逃げてきたんですが、一人車に乗り遅れてその現場に取り残されてしまっていたんですよね。慌てて U ターンをしてその B 君を迎えに行ったんです。するとその B 君真っ暗な道の真ん中に立っていて、お前ら俺を置いて逃げるなんて最低だぞ、怒られたそうです。まあ B 君を車乗せてそのままその場を離れて帰ったんですけれども、ただ土田さん私にこう言ってくれたんです。響さん、俺車に乗った時に間違いなく全員乗ってることを確認したんですよ。でもあの時 B 君の代わりに車に乗っていたやつ一体誰だったんでしょうかね。まあ、そんな話を聞かせていただきました。いやちょっと変わったパターンというか、うん、自分が面白いなと思ったパターンの話があるんですけど、うん、まあ、これも、まあ、僕の知り合いの美容師さんが友達4人ぐらいでその本当に肝試しに行った時の話で、行った場所っていうのがそれはもう廃墟の一戸建ての家だったらしいんですよ。まあ関東エリアにあるところなんですけど、割と知る人と知る有名な心霊スポットらしいんですよね、その廃墟の一戸建ての家が。で4人で行って、で近くに車止めて、でその家の敷地に忍び込んだらしいんですよ。ただそこ一戸建ての家で庭があるんですけども、雑草が荒れ放題でもう何年も誰も住んでない場所なんですよね。で雑草をかき分けて、でやっとその家の玄関まで着いて、で玄関は当然もう封鎖されてるんで鍵閉まってるんですけど、やっぱりもう誰かが忍び込んだんでしょうね。ちょっとこう人がこうくぐれば入れるような穴が開いてたそうなんです。で4人そこに入って、で中で、まあ、当然ライト持ってたんで、なんかふっと照らしたら、そこちっちゃな、まあ、いわゆる一戸建ての家なんですけど、廊下がスーッとあるんですよね。で廊下があって、廊下の先に台が一つあって、その上に昔ながらの赤い公衆電話、10円玉でこう入れるようなあれが置いてあったんです。でその公衆電話の前に未だにはっきり覚えるって言ってましたけど、おじいさんが立って電話してるんですって。でそのおじいさんの様子がもうクリアに覚えてるらしいんですよ。もうパジャマを着てるらしいんです。でパジャマの柄まで覚えてるって言いました。ちょっと青っぽい柄で、でちょっと頭がちょっとハゲてて、でそのおじいさんがずっとこう受話器持ってこう立ってるんですよ。で4人それ見てうわって思った時に、おじいさんがくるっとこっち向いたんですね。でその瞬間も4人とも逃げるように我先に外に飛び出たんですよ。で外に出て車のところに戻ってきて、みんなもう震えながら見たかって、したら4人とも見たって言ったんですよ。でこの時にその話してくれた美容師さん、なかなかこういいあのアイデアなんですけど、自分が見たものが幻覚かもしれないと思ったらしいんですよ。なのでみんなに一斉にみんな何を見たかここで同時に言おうって言ったんです。でせーのってみんなで一斉に言ったのが、おじいさんが電話をしてた。4人とも同じこと言ったんですよね。なのであこれ絶対幻覚じゃないって思ったんですが、普通なら、まあ、ここでもう怖いから帰ろうってなるんですけど、うん、その美容師さんやっぱり肝試しに来るだけあって、あ階段とかそういうのがすごい好きで、うん、本当に自分が幽霊を見たんだとしたらやっぱりこれ貴重な経験だと思って、でみんなで説得してもう一回だけ見に行こう、本当に幽霊がいたのかどうか、まあ普通考えたら怖いですけどね、まあ、ただみんな説得してよしちょっとやっぱり行こうってことになったんです。でも肩寄せ合ったようにもう一回敷地に入って、その雑草の庭をかき分けて、で恐ろ恐ろ玄関の近くにある穴から入って廊下をもう一回ライトで照らしたんですよね。そしたらおじいさんはもういなかったそうです。ただその電話機と電話機の台それもなかったそうなんです。でよくよく見たらその電話機があった場所の壁におそらくかつて電話機が置いてあったんだろうなっていうその錆びたこのシルエット、電話機の形をしてそれは確認できたそうなんですよね。だからちょっと僕この話聞いてやっぱりそのまあ人の霊もそうですけど、そういったこう物のその記憶というか分かんないですけど、そういったものっていうのは、まあ、見えてしまって
ったっていう、まあ、貴重な出来事なのかなというふうに思います。面白いですね、はい、それ場所の記憶みたいな、うん、っていうのもセットで感じ、うん、てしまったのかなっていう。東京の世田谷に私の知人がやっているバーがあるんですけれども、そのバーで紹介してもらった恵子さんという女性の方から聞かせてもらった話なんです。恵子さんが20歳の時、年末年始のお正月休みで家にいたそうなんですけど、何にもやることがなくて暇だったそうなんですよね。なので友達のあやさんっていう女の子の家に遊びに行くことにしたそうなんです。友達のあやさんっていうのは当時神奈川県で、まあ、彼氏とあと彼氏の友達、男友達4人、まあ、合計6人でルームシェアをして暮らしていたんですよね。でそのあやさんの家に遊びに行くことにしたんですよ。確か1月2日の、まあ、夜の8時ぐらいって言ってましたかね、まあ、神奈川県の、まあ、その最寄り駅で、あやさんと待ち合わせをして、まあ、軽くご飯を食べて、あやさんの家に向かったんですよ。ただその途中ですね、あやさんがおかしなことを言い始めたんです。いや恵子、実はさ、今私が住んでるあのアパートの家なんだけど、なんか気持ち悪いんだよね。和室でみんな寝てるんだけど、寝てるとずっと誰かに見られてる気がするの。そんなこと言うんですよ。恵子さん、今からその家に行くんですよ。なんてこと言うんだと思ったんですけど、まあ、終電で帰るわけにもいかないんで、とりあえずそのままあやさんの家に行ったそうなんです。まあ、そのアパートというのは、市街地を少し離れた林の中にポツンと立ってる2階建ての古いアパートだったんですよね。あやさんの部屋というのは2階の一番奥だったそうなんですけども、なぜか他の部屋誰も入っていないそうなんです。で、まあ、案内されて、まあ、玄関を入ったんですけども、まあ、入った瞬間恵子さん分かったんですよ。この家なんかおかしい。突然すごい吐き気に襲われたんです。恵子さんっていうのも昔から少し、まあ、霊感体質みたいなとこがあったんですよね。なのでわちょっとこの家やばいかなと思ったんですが、まあ、帰るわけにもいかないんで、とりあえず案内されるがまま家に入ったんですよね。で家の作りというのがですね、まあ、玄関を入ると目の前に廊下があって、左側に部屋が2つあるんです、まあ、手前が洋室、そして奥が問題の和室なんです。でこの洋室と和室っていうのは間は襖で仕切られていて、まあ、襖を開けると、まあ、一つの大きな部屋になる、まあ、そんな作りだったんですよ。でその時、まあ、洋室の方では他のルームメイトの男の子はみんな、まあ、お酒を飲みながらテレビを見ていたんですよね。で恵子さんもそこに加わって、まあ、楽しくみんなでお酒を飲んでいたそうです。まあ、ただやっぱりあの和室がちょっと気になるんですよ。襖が10センチほど開いていて奥の和室が見えたそうなんですけれども、恵子さん、ちょっと和室見ていいって言って襖をスーッと開けて和室に入ったんです。その瞬間本当に驚いたそうです。凄まじいおかんが体中を駆け巡ったんですよね。ものすごい寒気を感じたんです。そして確実にこの部屋誰かがいるっていうのが分かったんですよ。めちゃくちゃここやばい。恵子さんそう思ってそのまま襖を閉じて洋室に戻って、もう明日朝一始発でもう今日は帰ろう、まあ、そう思ったそうなんです。でその後まあ楽しく、まあ談笑は続いたんですけれども、まあ、夜、まあ、12時を回ったぐらいの時間ですかね、友達のあやさんとその彼氏が2人、私たちちょっと疲れたからもう和室の方で寝てくるねって言って、まあ、和室の方に2人移動していったんですよね。で恵子さんはまあ楽しく他の男の子と飲んでたんですけれども、やっぱりちょっと気になったんですよ。なのでちょっと和室の方に行って襖をスーッと開けて、あや大丈夫って言って友達を見たんです。するとその和室の真ん中に布団を敷いてあやさんが寝てたんですけども、その隣でその彼氏がじーっとあやさんを見てるんです。そして大丈夫って恵子さんが言ったら、彼氏がやばいことになってるって言うんですよ。ふっと見るとそのあやさん寝てるんですけれども、白目を向いて口から泡を吹いてガタ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 震えてるんですよ。まあちょっと痙攣してるような状態なんですよね。それを見て恵子さんびっくりして、ちょっとあやがおかしいよってみんなを呼んだんです。直感的に恵子さん、ここにあやさんを置いておくとまずいって分かったんですよ。なのでみんなに急いでそっちの洋室に連れて行って、急いでみんなでそのあやさんを抱えるようにして洋室の方まで引きずっていったんです。するとあやさんがギャーすごい大きな声で絶叫したんですよ。私をそっちに連れて行かないで、
お願いだから私をここにいさせて、お母さんのそばにいたいの、お母さんのそばにいさせて、そんなことを言い始めたんですよね。恵子さんもすぐに分かったんです。あ、これあやじゃない、別の何かが入ってる、分かったんです。みんなで必死にあやさんをこう取り押さえるんですけども、両手両足をバタバタとさせて思いっきり暴れてるんですよ。なので恵子さん、あやさんの頭を押さえて、分かった分かった、辛いよね辛いよね、でも朝になったら落ち着くから、お願いだからおとなしくして、必死になだめたんです。するとあやさんもだんだん落ち着きを取り戻してきたんですよ。洋室の方であやさんを寝かして、みんなで固唾を飲んで見守っていたんです。しばらくしてあやさんがスーッと目を開けたんですよね。そしてその和室の方を指を指すんです。そしてほら、あそこにお母さんがいる、お母さんがいるよって言ったんです。誰もいないから恵子さん言ったんですけど、あやさん、ほらお母さんいるじゃない、お母さんほらいるじゃない、どうしてみんな分かってくれないの、ほらそこにいるじゃない。あやさんがまた動揺し始めたんですよ。で、まあ恐怖心っていうのもあったんですかね、ルームメイトの男の子の一人がとうとう我慢しきれなくなって立ち上がって、誰もいるわけないじゃないかって和室の襖をパーンと開けたんですよ。そしたら和室の真ん中、そこに髪の長い白い着物を着た女が立ってこちらをじーっと見てたんです。もう全員パニック状態ですよね。絶叫する人もいれば目を閉じて震える人もいる。恵子さんも目を閉じて震えながら、これは気のせいだ、誰もいるわけがない、気のせいだ、震えたんですよ。おそろそろ目を開けて和室を見ると、もうそこには誰もいなかったそうです。結局朝方になってあやさんはやっと意識を取り戻したんですけれども、全く何も覚えていない、そんなふうに言っていたそうです。まあ、その日始発で恵子さんは家に帰ったんですが、まあ、あやさんもそんなことがあって以来、この家が絶対に何かおかしい、分かったんでしょうね。まあ、早々に引っ越しをしたそうです。まあ、その物件神奈川に今もあるんでしょうかね。ちょっと今度恵子さんに聞いておきます。まあ、そんな話を聞かせていただきました。僕の、まあ、知り合いの男性のお姉さんが体験された話なんですよね。でそのお姉さんが、四国の方なんですけど、うん、まあ、ちょっといろんなことに興味を、好奇心の強い人で、二十歳ぐらいの時になんか沖縄に移住して、なんかこうシーサーを作る、なんかお土産民芸品屋さんなのか、なんかそういう仕事をされたらしいんですよ。で住み始めてしばらくして、四国、地元から友達が沖縄に来るってなったらしいんですよね。で来て、でさあどこ行こうかみたいな話になったらしいんですけど、まあ、いろんな観光地たくさんあるじゃないですか。でいくつか回ったんですけど、まあ、せっかくだしっていうので、まあ、いわゆる昔のその防空壕の跡地みたいなところにもう見に行こうというふうに行ったらしいんですよね。で行って、でそこが、ちょっとかなり深い防空壕で、まあ、一応見学はできるようになってるんですよ。ただ相当深い穴になってるんで、一応ガイドさんがいるらしいんですよね。で基本ガイドさんがまず最初に説明をして、ここで昔こういうことがありましたって話を聞いてから入るんですけど、まあ、しばらくその僕の入り口でガイドさんの話を聞いたんですよ、その2人で。で聞いててしばらくしたら、ガイドさんが、まあ、先に入っていくわけですよね、防空壕に。で後をついて2人入っていったんですけど、その日は平日で他にお客さんいなかったらしいんですよね。で入ってしばらく、奥に行ったんですけど、気づいたらそのガイドさんがいなくなったんですよ。先を歩いてたんですけど、まあ、基本暗い場所なんでだいぶ先に行ったのかなと思いながらも、あれおかしいなとか思ったらしいんですけど、まあ、とりあえずは道は一本道だったんで、2人でしばらくその僕が歩いてたそうなんですよね。である程度しばらく奥に行ったら、突然ふって暗闇がさらに暗くなったというか、こうかなり闇が濃くなったんですよ。あれと思って振り返ったら入り口が見えるんですけど、入り口の向こう側が完全に夜になってるんですよね。入った時は昼間だったんですけど、なんだろうこれって思っておかしいなと思ったんですけど、とりあえず一回ここでせっかくだし写真撮ろうって言って、で友達を前にして、その僕の知り合いのお姉さんが、
携帯取り出して写真を撮ろうとしたんですよ。でその友達が前にいてこう携帯構えてでパシャって焚いたら携帯のカメラの機能でフラッシュがパッってつきますよね。でついたらその被写体である友達の背後全面頭蓋骨だったんですよ、うん、それが一瞬パッて光って見えてうわって思って、うん、で驚いたんですけど撮られた友達はさらにびっくりしますよね。いきなり写真撮った友達がもう絶叫したんで、うん、え何どうしたのどうしたのそしたらその時点でもう真っ暗なんで、で僕の友達お姉さんが今すごいもの見ちゃったってわたわたして、でも暗いからやっぱ怖いんでその携帯まだ取り出して携帯の電気をつけたんです。そしたらあの画面のぼやっとした明かりが映りますよね。でそれがふっと映っていや今写真撮ったんだけどって言おうとしたらその友達のお姉さんとその友達のこの間そこに顔があったんですよ、知らない人の。でそれを見て2人ともうわーって絶叫して急いで入り口までダーッて走って行ったんですよね。で入り口をパーンって出た時点でいきなりバッて眩しくなってまた元の昼間の風景に戻ってたんですよね。そしたらガイドさんがいて、ガイドさんがちょっとあなたたち困りますって、どうしたんですかって言ったら、いや勝手に先に洞窟に入らないでください、でいやあなたの後ついて行ったんですけど、ただらガイドさんはいや私は先に行ってないって言うんですよねって言われて、で結局ちょっと訳のわからないままそれには帰ったらしいんですけども、後日ちょっと心配になって、まあ、それこそ沖縄のユタの方にちょっと見てもらう機会があったらしいんですよ。そしたらやはりその時、やはりこうそういったもの、まあ、霊的なものをとあなたが遭遇してしまったっていう話を聞かされて、で一応あのお祓いをしてもらったっていう話をしてました、うん、なのでちょっとそういうやっぱり場所っていうのが沖縄にはまだあるのかなと。私はよく移動でタクシーを使うことがあるんですけれども、まあ、昔から階段がやっぱ好きなんでしょうね。運転手さんについついなんか不思議な話ありますって聞いちゃうんですよ。で大抵の場合はいやそんな話ないですよって言われるんですけど、ごく稀に興味深い話を聞かせてくれる運転手さんもいるんですよね。この運転手さん、まあ、山田さんという方なんですけれども、今は都内でタクシーの運転手をしているんですが、20年ほど前は新潟県にあるとある運送会社で会社員をしていたそうなんですよね。で当時山田さんが住んでいた家というのは新潟市内にあって、で会社がそうですね車で1時間ぐらい行ったところにある場所で、まあ、毎日車で通勤をしていたそうなんです。そんなある日のことなんですけれども、山田さん仕事が山積みに溜まっていて、その日残業をしていたそうなんですよ。他の社員はみんな帰った後、一人黙々と誰もいないオフィスでデスクワークをしていたそうなんです。その日季節は冬で大雪の日だったそうなんですよね。ふと時計を見るともう夜の12時近くになってるんです。さすがに疲れたので山田さんもそろそろ帰ろう、まあ、そう思って、まあ、会社を後にして車に乗って家に向かって運転をしていたんですよね。大雪の日だったので、まあ、正面からはすごい吹雪の雪がうわーっと降ってるんですよ。ワイパーがせわしなく左右に動いていて、で車のヘッドライトが、まあ、先を行く道を照らしてるんですよね。で帰り道人気のない山道を通るルートがあるんです。その道をしばらく運転をしていたんですが、山田さんがふっと前を見ると、そうですね道の20メートルぐらい先でしょうか、大きな水たまりがあったそうなんです。それはそうですね 1.5 メートルぐらい、まあ、道路の左車線をもう埋め尽くすぐらい大きな水たまりだったんですよ。でしかもそれ真っ黒なんですよね。なんか油が溜まってるのかなと、そんな風に思えたそうなんです、まあ、いずれにせよまっすぐ行くとそこにぶつかってしまいますんで、山田さんハンドルを少し切ってそれを避けようとしたんですよ。その瞬間その黒い水たまりの中から何か塊のようなものがズブズブズブっと起き上がってきたんです。思わず山田さんそこ見ちゃったんですよ。その黒い塊ズブズブと下から浮き上がってきて、こうぐにゃぐにゃと形が変わっていったんです。そして人のシルエットになったんですよね。真っ黒い人影だったんです。山田さん思わずうわって言っちゃったんですよ。もう目が離せないんです。するとその黒い人影くるっと首をこちらに向けて
山田さんの方を見たんですよ。目も鼻も口もないのっぺりとしたその顔がじーっと山田さんのことを見てるのが分かったんです。生きてる人じゃない。山田さんそう思ってうわー絶叫してもう逃げるようにその場を過ぎ去って、まあ、家に帰ったそうなんですよね。そんなことがあって以来山田さんはもう二度とその道を通らないでおこうと決めたそうです。で次の日からちょっと遠回りにはなるんですけれども別のルートを使って通勤をしたそうなんですよね。で 1,2 ヶ月経った後のことなんですけれども、まあ、その日会社の飲み会があったそうなんですよ。職場近くの居酒屋で、まあ、社員でみんなで飲み会をして、まあ、楽しく盛り上がったんですが、まあ、当然山田さんは車通勤なんでお酒は飲んでないんですけどね。宴会が終わって同僚の一人が酔いつぶれてしまってですね、結果山田さんがその同僚を家まで送り届けるっていうことになったそうなんですよね。なので助手席にその同僚を乗せて山田さんは帰り道、車を運転していたんですよ。で、まあ、飲み会がすごい楽しかったからっていうのもあったんですが、まあ気分よく車を運転していったんですけれども、ついつい忘れていたんですよね。あのもう二度と通らないと決めた山道、いつの間にかそこを走っていたそうなんです。山田さんしまったと思ってどうしよう引き返そうかなとも思ったんですが、まあ、助手席には同僚がいますし、まあ、もしかしたらあれ見間違いだったのかなと、まあ、そんなふうにも思って特に気にせずそのまま走り続けたそうなんです。いくつかのカーブを曲がってとうとうあの黒い人影を見たその現場まで着いたんですよね。山田さん道の先を見るんですが水たまりもう何にもないんですよ。ああやっぱりあれ見間違いだったんだ、まあ、そう思って車を走らせていたんですが、ちょうどその水たまりがあった場所ですよね、そこを通り過ぎた瞬間助手席の同僚がおいって言ったんです。何？山田さんそう言うと助手席の同僚がお前もここで見たんだろうって言ったんですよ。えっと思って山田さんふっと助手席を見ると助手席にいたのは同僚じゃなかったんです。真っ黒い人影がそこに座っていたんですよ。そして山田さんの顔を見てお前もここで見たんだよなって言ったんですよ。山田さんの左の肩をガッと掴んで顔をぐーっとこちら寄せてきてお前もここで見たんだろうって言ったんですよね。山田さん思わず目を閉じてうわーって絶叫して反射的にアクセルペダルを踏んじゃったんですよ。車が急発進して勢いよくすごいスピードで前に進んだんですよ。危ない！とっさに山田さん急ブレーキを踏んだんです。車がキーっていうすごい大きな音を立ててなんとか止まったんですけど、それガードレールギリギリ。ふと助手席を見るともうそこには元の同僚が座っていたそうです。そして山田さん危ないじゃないですかって言ってるんですよね。あの時 0.1 秒でもブレーキを踏むのが遅れたらおそらく車は崖下に転落していたと、まあ、そんな風に山田さん言ってました。あの現場一体何があったんでしょうか、まあ、そんな話を聞かせていただきました。これこの話は、僕の同級生がかつて実際に経験したお話なんですよ。で、私の地元というのがですね、京都の、日本海側にある、まあ、ちっちゃな田舎町というかちっちゃなところなんですけれども、その僕の友達、まあ、仮に、ともやくんとさせてください。そのともやくんが高校の時自分のお兄ちゃんとお兄ちゃんの友達、そしてともやくんとともやくんの友達4人で、まあ、夏ですね海水浴に行ったらしいんですよ。で、まあ、海水浴場、まあ、観光客もすごくにぎわっててですね、まあ、非常にこう楽しい雰囲気だったんですよね。で、ともやくん自身もすごくテンションが上がって、で、海にこうみんなで泳ぐんですよね。で、もう楽しくて楽しくてですね、で、深いところに行くとみんな立ち泳ぎするんですよね。で、立ち泳ぎをみんなでしてるんですけど、もうともやくんがもう楽しくて友達の一人をですね頭を上から思いっきり押さえて海にズボンと沈めたんですよ。で、沈められた方はやめてくれよってガバッと起きるじゃないですか。で、起きてそしたらともやくんはですね、自分が沈めたにもかかわらずどうしたんですか、溺れたんですか、レスキューです、助けますっ
ていう、まあ、沈めたにもかかわらずそういうことやるっていう、ちょっとしたミニコントみたいな、そういうのをやったんですよね。そしたらそれが友達にみんなすごい受けて、もう大爆笑だったんですよ。で、トメ君調子に乗って、もう友達もう片っ端から頭沈めては起き上がってきたところ、レスキューです、助けますって抱えて、で、お前何言うんだよ、なんかそういう、まあ、ツッコミを受けてっていう形でひとしきりこう盛り上がったんですよね。で、まあ、海水浴が楽しく終わったんですけれども、その日の夜ですね、まあ、トモヤ君、まあ、遊び疲れて自分の自宅のこう部屋でですね寝てたんですよね。で、夏の夜だったんで、まあ、タオルケットをこうかぶって寝てたらしいんですけど、夜中ですね、まあおそらく1時か2時かぐらいって言ってましたけど、ふと目が覚めたらしいんですよ。で、あ、変な時間に起きちゃったなって思ってたら、自分の部屋のドアがカチャって開いたんですよね。で、ギギギギギギギってドアが開くんですよ。で、あ、てっきりそのお兄ちゃんが部屋に入ってきたのかな、まあ、よくお兄ちゃんがこうファミコンのカセットとか本とかを取りにトモヤ君の部屋に入ってくることもあったんで、あ、お兄ちゃんかなと思って、でも起きるのめんどくさかったんで、まあ、そのまま寝てたんですよね。で、部屋にペタッペタッペタッ入ってくるんですけど、一人じゃないんですよ。ペタッペタッペタッって次々に人がどんどん入ってくるんですって。で、2人3人4人人がすごく入ってきて、トモヤ君、え、これどういうことだって思った、その時に自分が金縛りになってることに気づいたんですよね。体が動かないんですよ。やばい、どうしようって思ったその直後、トモヤ君本当にびっくりしたらしいんですけど、体中をタオルケットの上から無数の手がうわーって掴んできたんですって。で、その掴み方っていうのが非常にこうリアルなんですけど、押さえるんじゃなくてこう引っ張るようにこう掴むらしいんですよ。こう体に手を触れるんですけど、腕とかお腹とかをこう引っ張るように掴まれる。で、トモヤ君はもう絶叫することすらできずに、冷や汗かきながらもう震えて絶句して、どうしようと思ってひたすら恐怖に耐えたらしいんですよね。で、まあ、5分か10分か、まあ、時間間隔が麻痺してたらしいんですけど、気づいたらその気配がスッて消えて、トモヤ君恐る恐るタオルケットから顔を出したら誰もいなかったんですよ。でも怖くて怖くて、その日はまあ朝まで寝れなかったらしいです。まあ、そんなことがあって、その 2,3 日後なんですけどね、トモヤ君その家族で福井県にある自分の親戚のおばさんの家に、行ったらしいんですよ。で、その親戚のおばさんというのが実を言うと結構霊感の強い方で、あのプロの霊媒師じゃないんですけど、あの近所の人たちとかのたまにこう相談に乗るような霊感のあるおばさんなんですよ。で、おばさんの家に着いて、で、ともやくんが、あの久しぶりって言っておばさんに挨拶したら、おばさんがですね、ともやくんを玄関先で見て、あんた最近海か川に行ったって言うんですよね。いや、3日前行ってきたけど。たらおばさんが、あんたそこで僕が助けますなんてこと言ってないって言うんですよ。あのミニコントですよね。ミニコントで沈めてはレスキューです、助けます、沈めては助けますって言ってたら思い出したんですよ。ただおばさんが、あんたその時助けるって言ったけど、その周り海で亡くなった人全員があんたの後ろについてきてるって言われたらしいんですよ。で、急いであんたお祓いに行かないと死ぬよって言われて、おばさんの紹介で本当の本職の霊媒師さん紹介してもらって、急いでお祓いをしたらしいです。まあ、そういうことがあったんだよって話を聞かせていただきました。ありがとうございます。うわぁ全部この話は、昨年の秋に聞いた話なんですよ。昨年の秋に私ちょっと DJ 関係の方で、フランスのパリに行く機会があったんですけど、そこのクラブで、たまたま日本から、来てる日本人の女性の方と知り合ったんですよね。で、まあ、この話自体はその女性の、大学の時の同級生、まあ、仮に花さんとさせてください。その花さんという女性が体験したというお話なんですよね。で、花さんは今多分20代半ばぐらいだと思うんですけど、数年前にお付き合いしている彼氏がいたそうなんですよ。で、その彼氏が、確か東京の世田谷の方に暮らしてたんですけど、ある日その彼氏の家に遊びに行く機会があったそうなんですよね。で、その彼氏の家というのが4階建てのマンションの3階の部屋だったそうなんです。
で、まあ、部屋について、まあ、彼氏と、まあ2人でこう時間を過ごしてですね、まあ、夜2人で寝たそうなんですよ。そしたら夜中の多分1時か2時ぐらいって言ってましたけど、上の階からコーンコーンコーンってなんかまるで何か金槌で物を叩くような音が聞こえたそうなんですよね。で花さんが、あれ上の階の人は何か家具でも作ってるのって彼氏に言ったら、彼氏が、いやここ最近毎日この音続くんだよって言うんですよ。で花さんちょっと不気味に思って、え何これ、いつから、たら彼氏が1週間ぐらい前かなって言ったんですけど、そこまで言った時に彼氏があって言って、そういえばって言って、1週間前にその花さんの彼氏心霊スポットに肝試しに行ってたそうなんですよ、うん、まあ、都内近郊なら廃墟だったらしいんですけど、でそっから帰ってきた日からこれがずっと続いてるって言うんですよね。でそれを彼氏が言った時に2人ともちょっと怖くなって、えあんたそういうとこ行ったからこういうの吸ってるんじゃないのって言ったそうなんです。そしたら突然そのタイミングで彼氏のスマホがビーって鳴ったんですよ、バイブレーションが。で絶妙なタイミングだったんで2人してうわって言っちゃったんですよね。でふってスマホ見たらメールアプリに、未読のメッセージが一件届いてるんです。で、まあ、スマホのそのメールアプリってこう四角いアプリのマークがあって、右上にこう赤い丸がついてて未読の件数が出るじゃないですか。確かに見たらアプリのマークの右上に赤い丸で 1件っていうのがあるんですよね。で何これこんな世の中に、で恐る恐る彼氏そのメールアプリ開いたんです。そしたら新着のメールがないんですよ。で普通メールアプリって、まあ、新しいもの順に上から順番に並んでるじゃないですか。だ未読のメッセージが1件って出てるのに新着のメールがない、えどういうことと思ってスクロールしてずっと遡って過去のやつを見てみたんです。でも未読のメッセージないんですよね。え何これ何これと思って最後までメール下まで行ったら一番下に1件だけ未読のメッセージがあったんです。でそれ送信日時が1972年だったんですよ。えと思ってで開いたら一言だけ死んだって書いてあったんです。でそれ見た瞬間に何これって言って、そしたら上からコーンコーンって音がしたんですよね。たら彼氏がものすぐ振り始めて、俺が行った廃墟本当にやばいとこだったかも。で花さんは直感的にですよ、イメージ的にいわゆるこうまるで金槌で釘を打つかのような音に聞こえたんで、まあ、いわゆるこう牛の国参り的な、うん、そういうものかなって言ってものすごい二人して震えたって話を聞かせてもらったんですよね。でいわゆる呪いで殺された人が死んだってメール送ったんじゃないかって言って二人で震えたって話を聞いたんですけど、まあ、確かに非常に不思議で怖い話なんですけどね、ちょっと冷静に考えた時にもしかしたらそのメール死ぬとか死ねじゃないんですよ、死んだってっていう文言なんですよね。だからもしかしたら呪い殺された側っていうよりかは呪ってた側が呪ってた相手が死んだっていうふうなメッセージを何かしら伝えてきたのかもしれないっていう、まあ、そういうふうに解釈もできるかなと思って、まあ、ちょっと非常に興味深い話を聞いたなとっていう、まあ、お話を、はい、ちょっとなぜかパリで聞かせていただきました。ありがとうございます。これは怖っ。